早稲田大学男子ソフトボール部の皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでした。しゃ。ってことで、本日も青鬼 X 続きをやっていきたいと思います。残すところもあと多分少しだね。謎解き冒険バラエティも間もなく終わろうとしている。よろしくお願いします。ってことで、スタート。はい、ということで前回はここにスイッチを当てはめて電気もフューズも入れて電気が通いになって、でいろんな部屋を散策してみましょうってとこで終わって、ここにはめて忘れちゃったよ俺。でここに金庫があったんだよね。あ、そうだ、うん、ではめたんだよ。でボタン何回何押したらいいかまだわからない。あ、そうだそれだ、そういうとこまで来た。はいはいはい、はい、ってことで続きやっていきましょう。ふう、緊張する。あね、まだねいろいろね見れる部屋がいっぱいあるんですよ。確かに。それをまず、チェックしに行きたい。ここは多分なんか、あね、これ左行って、なんかもうどこからですか？ね、怖いね、それは。それは怖くて。なるほど。それは怖くて、めちゃくちゃ来てて、はいはい。ロツカに入った方が、あ、これ負けるね、グルコサミンできるね。さあ、どっから来る、どっから来る。はい、バカ来た。はい。うわ、なんでそこじらした？これもグルコサミンできるね、一応。あ、そっち行った。どうだ？頑張れ。さあ、ならできるよ。よっいきなり今回は、逃げ切っていくということで。いいスタート切ってるよ。うわーよーし。よし。早いんだな、来るのが。ここなんか行けんじゃん。あれ、これはここはなかったぞ。ここないか。ここ初耳学だよ、ここ。だよね。なんもない。書類見ずに。書類見れないんだけど。下からこう。下からこう行く。変わんないか。あ、これ見えないんですか？これなんもない部屋？またなんもない部屋？もういいんだよ、こういう部屋。もじらねえ部屋、ほんとに。これ、隠れ用の、まあ、隠れ部屋だね。隠れ部屋だね。隠れ部屋として、一応頭には入れておく。はい、時計なんもないね。時計もないね。この時計見れないんだよね。ほんとに見える。一応要チェック。はい、OK。ない、はいはい。ないです。いきます。ここはなんもない。この人。なんかね、あ、ここは行った。あと見てない部屋あるかな、どっか。いや、今考えなきゃいけないのは四角か三角か丸かってこと、うん、確かに。それをまずその手がかりを探しに行かなきゃいけない。ここ行ってみる。あ、ここ入れた、ここ入れた気がする。あれ、これなんだ。ここまだ入ってない。オッケー、あ、ここ、あ、これなんか取ったじゃん俺ら。あ、そうだ。これさ、この紙見れないのほんと腹立つんだよ。なんかできないの、この樽壊すみたいな。なんかない、アイテムないか。なんかハンマーとか一応見れないんだよね。一応今アイテム何もある。アイテム何もない。うん。千歳しかいない。うん。千歳使え。千歳を投げればいいんだよ。確かに。読んでこいっつって。うん、お？ああ。これ絶対やめといた方がいい。まだやっぱダメなんだよ。あと見てる。だからあと一部屋、二部屋ぐらいありそうなんだよね。見てない部屋が。確かに。ここ戻ってもしょうがない。もう一回この下行くわ。なんかあるはずなんですよね。ここで、あ、でもさっきさ、俺ら左行ってさ、なんかすぐ出てきちゃったよね。確かに。これちゃんと見てないな。これ多分見てないと思うね、ちゃんと。ほら。あ、この棚だけ今にも壊れそうだ。危ねえ。なんか欲しいな、割れるものが。これ割んなきゃいけないやつだ。なんかない、割るもの、この辺に。絶対もう見つけなきゃダメ。このコップ分投げる。またなんか見つけんの。てか、拳で叩き割れよ。叩き割れ、壊れそうなんだな。バカなんだから。あれ、どこ？なんなんだ？何なんだよ。なんか探そう。なんかある。まあ、もうちょっと探す。なんだよ。もうちょっと探す？椅子ぶん投げようぜ。あ、確かに。いいじゃん、頭使えよ、さ。頭使えよ、マジで。タコナスパラダイスか、マジで。一応全部見るよ。壁にも？何も？ないようだ。さあ、今回ね、謎解き冒険バラエティがね、かなり多い回になるはずだから、一回、じゃあもう一回見るよ。で、ここにあのスイッチあった気がするんだよ。ここにもな、ここもなんかこう青いんだよ、自動販売機が。で、この4だよね。この4は一体何を意味するんだろう。4ポチって押せない。四角を4、四角のボタン4回押すでなんかなんないかな。あ、確かに。そんな単純でいい？一回やっぱ押してみる。いや、大丈夫だよね、きっと。一回。いつかい。まあ、押してみようか。ない。押す順番が決まってるのかしら。押す順番、え、じゃあ丸押してみようよ。お、え、丸正解だった。丸正解。
当てずっぽうゲーム始まっちゃったよ。これはやめよう。ダメだ、やめよう、ちゃんと考えよう。この樽の中にも何もない。よく何もあったりするんだけどな。当てずっぽうゲーム、なんで今ここだけ青いんだろう。丸が正解。あと何がある。いや、また来そうだな。時計の針は止まっている。この丸四角、この針のさ、丸三回ってこと。そういうこと。丸1、2、丸が2個、1、2で四角。で、間違いでもいいんでしょ。丸2回で四角、じゃあ丸四角ってこと。そうじゃあ一回やってみるよ。いや、可能性だよ。丸一回当たりなの。丸え四角え丸2回は当たったんだよ。んだ、俺の推理惜しいってこと。丸3四角4みたいな。あ、丸い、確かに。あの、1のとこに丸がいって、2のとこに丸3回。丸違う。ブーだ。いいじゃん、もう。じゃあ次絶対三角じゃん。そんなんでいいの？ダメだ。じゃあまあやってみようか。どんだけですか？え？まあ。よーし。これが予言力です。IQ ですよ。これ40くらい、これはやっちゃったけど、まあ開いたからいいでしょう。何か入ってる。で、これで、バーで壊すわけでしょ。全部繋がってんだよ、だから。え、なんでだ？なんでだ？なんでなんだ？この絶対でもさ、時計も一回見てみよう。三角の良さない？あ、もう、だ時計も見なくてよくなってる。だから時計で多分なんか編み出すはずだったんで、俺ら。なんで丸、俺ら丸三角をしたよね。そう、で、その三角だったんで、その三角の意味がわからない。1、2ってあったよね。あの1、2ってあって4の間の数字って3じゃん。その3の三角じゃない？丸で3の三角ってこと。あ、三角だから3ってこと。そうで最後4が四角だから、そう丸〇三角四角ってこと。そうしょうもね。え、多分そうだね。多分これそういうことなんじゃないですか。多分そういうこと。多分そうだよ。え、キモ。そんな謎解きキモ。多分ね。え、これ来るな、多分近々。一回こっち行くよ。はい。割るよ。割りましょう。メニュー。いけ。アイテム。バール。発動。バールで棚を壊す。ガッシャンコ。棚は壊れた。中にあるものは？ほら！キャッツとフード！あ！すごいですね。俺最近前回の動画言ってたよね。餌でおびき出すってマジドンピシャです。すごい。ドンピシャリ。ドンピシャリだよこれ。すげえ。やばくない？これはすごいな。見てる、なんか。見てる、マジ何も見てない。本当に？直感力。来るな。これ気をつけよう。ノーセーブだからね、私たち。確かに。ここ。はい。ほら。あ、ポンちゃん。あ、にゃー。捕まえてみやすか。キャットフードをあげる。これでね。でもこれでもまだ無理やり捕まえるってこと。いや、もうこれで無理やり捕まえる。もうただのアンポンタンで、これで無理やり捕まえる。もう最高だよ。キャットフードあるのに、俺無理やり捕まえてみた。っていうやつだよ、それは。そいつはやばいやつは絶対そんなことやっちゃう。キャットフードあげよう。はい。ポンちゃん、ご飯だよちょっとサイレンになっちゃったましたけど、ごめんなさい。にゃあら、首輪に何かついてるわ。どこかの鍵。お、どっか、え、すごい、え、どっか閉まってたっけ。閉じる。まあいいや。ふにゃにゃーぐえー入っちゃった、最後。入っちゃった、ね。多分毒入りだったね、キャットフードが。最悪だ。あ、まだ逃げた。こう右行こうか。行っちゃった、大丈夫かしら。どこかにポンちゃんだけ知ってる秘密の入り口などがあるのかもしれないそうだといいけど、右行くべきなのかな。
でもさ、あの、急勾配。あら、あそこ？でもあそこ、まぁ、あ、ちょっとわかんない。一回行くよ、こっちに。まぁ、あ、とりあえずボン追いかけよう。うわ、すごい。うわ、怖いの、これ。どう？これこそ。カードキーが必要です。さっきの鍵は？じゃあこれは一回。ポンどうやって入ったんだよ。ポンちゃんどこ行ったの？それ戻る一回。うん。こ戻ってそっち行く。あ、確かにね、戻るのありかも。お？何この三角さんって。これあれだよ。あ、そう。ここにあったここに三角さん。ここだよ。三つ目は三角ってこと。そう。で、四つ目が、あ、だから一個目が丸、二個目が丸、三個目がこれ三角、で、四個目が四角。そういうことですよ。あ、この部屋じゃね？これじゃね？開かなくなっている。これ、鍵。あ、違うわ。もうこれ以上戻れなくなってる。じゃあそう、だから多分どっかにあるんだ。え、ここにあったのか、すごいな。ここもなんもないな、うん、いや来そうそろそろね、そろそろワンワンワンが来る、うん、あえこれ押してないっけあれあ電気つけたから押してないよ俺らあじゃあ押してみようおなんか動いた落ちたぶつかりしたあれあんなのがぶつかったらあんなのがぶつかったらどんなものもこんなことでしょうねてるさよし。え？何が落ちてきたんだ？何？あれ？もう一回押す？え、どこに落ちてきた？ここに落ちてきた。ここに何か置かなきゃいけない。メニュー、アイテム。それすごいよ。ここに何か置くと、うん、石が落ちてきて、それを潰すんだよ。でも今なんか落ちてこなかった。石が落ちてきた。で、どこにあるのその。この台でどっか転がってったんだけど、いや、聞いて。あ、なるほどね。ここに実験装置のようだっていうことは、つまりここに何かを乗せて、大きな石を落として、破壊して、何かが何かを取り出すための実験台なの、これは。なるほど。で、このボタンは、この、押すと、ボンと落ちてくんだよ。ああ、で、なくなっちゃうのか。なるほどね。そう。これ固定させんのね、なんか。そう、そこに何かを置くんだよ。そうそうそう。ここにもない。これはもう終わり。それすごいよ。斬新。あ！あ、そうだよ。そうだ。ロツカーの鍵なんだよ、これ。そうだ、そうだ。これで開く。はい、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 はい。ほら！で、これを置いて、潰す！で、何かがまた始まる。閉じる。さあ、こっから捕まっちゃいけないことだけ頭に入れよう。分かってた。でもまだ行こう行こう行こう。ガンガンガン。いやマジ来るよ。もうその時だもん。攻めの姿勢。はい。これで。アイテム、頑丈な箱、使用する。おお。はい。でこれボタン押す。どうなる？行け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 。押す。ドン。合進行。マースイッシャーだぞ、それさはいすべてよ一瞬にしてテントでをすべてつなぎ合わせる男、サワヤンでございます。サインボルトでございます。よろしくお願いします。閉じる。さあ、問題、こっから捕まってしまったらすべて水穴なんで、そこだけ集中しよう。これ集中して、油断せず。どこだっけ、カードキーの。あ、ポンちゃんのとこだ。右。下の方だ、うん。来るぞ。いやいやいや。はいはいはい。テンポよく。そうだよし、こっからもここまで来ちゃったらもう絶対いける。いいぞ。もうここ出ることはありえないから。はい。オッケー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 。はい。で、カードキー。アイテム、カードキー、使用する！わっす！あ、開いた！うわ、すごく長い階段！タグラーがいるところに繋がってるので、いるといいのですが。ポンちゃんもちゃんと出られたのかな？クロちゃんみたいになってる。ちょ、クロちゃんみたいになってる。確かに。数時間前。何？何がある？なんかそういうパターン。お、うわ。腕が落ちる。やば。ああ、誰だ！
てんてんてんろう、タケロー、聞こえますか。サオヤン、サオヤンか、お前は無事だったんだな。タケロー、そこから出られそうですか。いや、鍵がかかっていて出られないみたいだ。他のみんなは今、千歳の合流してみんなを探してるところでさ。タケロー、大丈夫？おお、千歳も無事か、よかった。タケロー、ごめん、私のせいで。うん、やばい、僕がつだ。やばい、やばい、やばい、やばい。あれ、なんだか、ガス、タタ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 。サワヤになってる。お、やばい。うわ、ガスに反応して動き出した。マジでやべえ。くそー。なになになにこれ。うわ、気持ち悪い。くそ怖い。お、あ、危ない。いた、逃げた。すげえ、こいつ。なんでさ、お城をさ、お城大量当たり、大量当たりしたら左に開いたんだけど。そう。まあ、そういうとこだ。ビオ、ビオ、はぁ、はぁ、なんとか出られた。あっちじゃもう戻れないな。こっから俺、タクロ使うの。タクロで移動すんの。なんだ、ここは。早く沢やんと合流しないと。うおぉ、青西の初めて、タクロー、タクローで動かせる。メインストーリーで広重のタクローを使って動く。すげえ。マジか、めんどくさくなったな、これ。な、しかも数時間前だから、過去だ、これ。これ次第で、多分合流できるか。もうちょい進めるよ、じゃあ。じゃ、ちょっと行こうか。なんかガンダムいいんだけど。ね。これ来たら全然じゃね。管理者カードキーがないと動作しません。だと？機械門番 TZ03 に管理されています。ん？このロボットみたいなやつのことか？なるほど。じゃあまだ動かせない。これ絶対入るでしょ。はいはいはい。いや、これはお兄ちゃん来るな。でもこれもう左に戻るでしょ、多分。うん、で、下、下まだあるね。下これいけそうじゃない？これいけるね。わす。わい。広い！ロイヒーです。でもロイヒーで明るいことがもう俺ね、心のゆとり。確かに久々に。もう全然逃げれる自信ある。全然逃げれると思う。いつ来ても。あの、ふわって以外だったら。マジ広いな。やば。なにこれ、いろいろあるな。しかも不気味だな、これ。わ、落ちてるね。落ちてる。うん。こ来るね、絶対。何か落ちている。はい、管理者カードキー。もう、あそこじゃん。一応下見とく。うん。怖いよ。わー。怖いな、これ。行くよ。戻るよ。はい。戻りますよ。どうぞ。ノーセーブですよ。ノーセーブライン。捕まったらマジで、チャラです、ね。大丈夫です。これ、下、帰ったらすぐ、隠れるとこあるから、そう思うとこ。オッケー。来る可能性あるから、ここから。うわーが！だよねだよね、分かってたよ。うわ、すごい、覚えといて、覚えとくこと大事。はい、ガチ勢。はい、ガチ勢です。こういう時ね、来るんですよ、ヤクツが。はい、よろしくお願いします。天才です。もう来ない。もうしばらく来ない。で、ここで、はい、メニュー、これ入れるのね、アイテム、こいつにタッチでいいのかな。どうなんだこれ。機械モンバー TZ03 ローリン。機械モンバー TZ03、 この先パスコード必要で、うわ、喋った。機械モンバー TZ03、 この先パスコード必要。パスコード、機械モンバー TZ03、 パスコードがわからないのか。うわ、1011101101110110100。はあ、さすがにコンピューターの言葉だとわからないか。ヒント、小さいから大きいだ。ヒント出すよ、言うなら答えや、バカ野郎。マジでクイズてめえの出す時したくねえんだバカ。小さいから大きい、わかった、小さいから大きい。ちょっと、あの、メモって。待って、あいつ、お、待って、数字言えよ。やばくね？もう一個、もう数字言ってくんないんだけど。やばくね？え、すでにこれ、待って、アイテムでカードとかない。え？どうしたのこれ。メモったかな？011のやつがもう見せてくんないんだよ。それ見たいよね。
でもそれ 見たところでさ、二進数、そう俺二進数かと思ったんだよ、ね、俺も一瞬二進数だけど、二進数って どう何をどう変えるの。でも二進数絶対七歳児分かんないよ。あーでも二進数を十進数ってのかな、あれに直せたら何かの数字にはなる。4桁ずつかな、4桁か5桁ずつ。でもあの数字見たかったな、それ試してみたかったな。あの、あ、日本語打ってない。だから数字だわ、多分。数字は？あ、それは打てる。ローマ字打てる。日本語打てないわ。数字は？あ、数字も打てる。日本語打てないわ。英語はでも。うわ、そのあの数字見たかった。え、ちょっと数字調べる。ヒントもらう？そりゃ。だってこれ無理じゃん。だってさ、数字欲しいもん。俺の説明結構近いと思うんだ。あれを実進数になる。ヒントもらうわ。これもらう。ちょっとこれになっちゃうかね。はい。閉じる。いいえ。全然俺は説違え。広いのはそれからでかいのか。これ A だ。これが A、うん。で、一番広いのが多分、一番違うの C だったんだよ。これが、B だね。絶対 B。確かに B だね。うん、B、B、B。いや、でも、歩くさくね。ちょっと待って。これ B だよ。下行けんのか。絶対 B。B だね。B。で、C でしょ。で、小さいから大きいだから C、A、B だ。シンプルに。C、A、B。C、A、B。わーぎゃ！また？いや、やめたわ。頑張れ。さあ頑張れ。答えろよ。これ絶対に耐えろ。絶対耐える。絶対に耐えよう。これやり直しはちょっとしんどすぎる。巻こう、グルコサミン。危ねえ、マジ入れなかった一瞬。集中、大丈夫だよ、大丈夫だよ。集中、集中。これ一回入るときついな。よーし！ちっちゃいのが C だから、うん、CAB なんだよ。2番目に、小さいから大きい部屋。あ、部屋の大きさ。C、A、B だから、うん、答えは C A B。大文字じゃなくて。キャブ。大文字でいくか。うん、C A B 完了。答える。はい。うわあ。そういうことだったんですね。悔しいな。いや部屋俺ねちょっと部屋が広くねっていうのはちょっと疑いは良かったんだけど。完全に俺は違かった。あのだから二進数なわけないんだもん、本当に。正解。じゃあ私の役目は終わり。よく喋るロボットだな。お、これまだ行く？もうちょい行く。もうちょい行く。もうちょい行きます。エレベーターのようだがボタンがない。階段使うしかねえなっつって。お、ボタンがあるぞ。うわ。うわ。うわ。すごいすごいすごい。いろいろあるよこれ。うわ、これまためんどくさいことになってんな。動かせないのかなこいつら。いや動かせないよね。これ紙くっつって。あーっと動かしちゃうんだ。で、はい。もうやっちゃうよ俺。うん、いよいよ。はい、で、乗ってみ。いや、もう一個なんか乗せるんだよ。あっちの部屋からな、ワンちゃん。多分このドアが開かない。あと一個なんか乗せなきゃいけないんだね。探すか。そんな行くか。怖いよ。うわぁ、なんかやばいのある。集中？これ一回読むか、これ。なんもない？ないわ。何乗っけんの？ボタンがある。これも。チェイ、これも！借りたかった時は進まなきゃいけない。あのロボには悪いが返してもらうか。ロボットから。あ。ロボットからまずカードキーもらう。いなくなってる。いやー、やべえよ。こいつやべえやつだ、絶対。じゃあ、どうする？隠れたどっかに探す。いやでもやだな、行くのどっか。いやこれ怖いよ。いた。えやばい、また出てきた。ラグい、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 ラグい。いやなんか目しかもでっかいし、目一個でかい。よし、完璧。
タンベクフィクションのペコリーダーザス。すごい。バス。バイさん。すごすぎる。集中してるよ。バカンキュー。おい、大丈夫か。はい、データ異常はありません。そっか、悪いんだけどまた管理者カードキーがいるらしいんだ。返してもらうぜ。そんな、カードキーを取ったら俺また気絶。ぶっち抜け。カードキーを取りますか。取る。ぶっち抜け。こんなやついらねえ。カードキーを手に入れた。よーし。うわ、この穴やばいな。なんもない、さすがに。よし、これで上を登って、はい、なんとあのエレベーター本日上まで行くとどうなる？なんとこれでメニューアイテム管理者カードキー使用する認証されました。これでエレベーターが使えるようになって本日ここまでにします。いやー、すごいやらしい。はい、いやらしいです。またすごい。言うて結構謎も解いたし進んだし、うん、次回タクローでこの多分もう締めくくりになるから、タクロー編は、タクロー編はタクロー編締めくくって、いよいよもしかしたらラストが近づいてきてる気がする。悲しくなってきたな、なんかちょっと。はい、今日めっちゃやったよ多分。ってことで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またね、明日の、ゲーム実況動画でお会いしましょう。面白かったね、高評価よろしくお願いします。ではまた明日。ブワー。